大倉忠義の発作的 SNS に心配の声赤裸々な胸中、ジュリー氏呼び捨て、過去にはファン批判も。スーパーエイトの大倉忠義、39、を心配する声が上がっている。ある芸能関係者によると、7日未明に X を連投したんですが、元の気持ちを明かしたような内容でしたという。大倉は、誰、か起きてる？あのね、変な時間に起きてしまって、世界に誰もいない気分になってダンスと投稿したほか、5月30日をもって、スタートエンターテインメントから独立した嵐の松本潤、40、にも言及。潤くんが、今同じ会社にいないのが会えないわけじゃないけど、最高に、悲しいと綴った。それでも、今の自分がいるのは、ジュリーのおかげだからって気持ちと、藤島ジュリー景子氏の名前を挙げ、その後、呼び捨てになっちゃった。笑いと慌てる場面もあった。前室の関係者は、お酒を飲みながらの投稿だったようです。すぐに削除したことで、あまり大事にはなりませんでしたが、ファンからは、心配する声が、相次いでいましたと話す。SNS は自己管理というのがスタート社の基本方針のようだが、大倉の場合は何を言い出すかわからない危険をはらむ。というのも、過去にもファンをざわつかせるような投稿をしたことがあったからだ。ある芸能プロ関係者は2021年に公式モバイルサイトの連載の中でファンの執拗な行動を辛辣に批判したんです。ストーカー行為ではないかと指摘し、普通の人に戻る方がよっぽど楽、そろそろ限界だと引退まで示唆しました。確かにマナー違反を繰り返すファンもいるので同情する声が集まりましたが、かなり赤裸々だったため驚く声も上がりましたと振り返った。大倉は、なにわ男子をはじめ関西のタレントたちのプロデュースを手掛けており、スタート社にとってはなくてはならない存在。自身もそれを自覚しているが。同関係者は、最近では、グループもデビューしましたし、大倉は、タレント業とプロデュース業で一層忙しくなっている。スタート社はうまくケアしていくしかありませんと話している。